ハッサム駅は、北海道札幌市西区ハッサム9条13丁目、1にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、S05。電報略号はサム。もともと、この地域帯は、牧場や畑が広がっていた。函館本線開通後、昭和後期まで、手稲、琴と駅間には、駅がなく、両駅は遠く離れていることから、不便を感じた。 当時の地主が土地を提供し、ハッサム駅が開設されたという話が、駅南口のハッサム駅開設記念碑に記されている。またその土地の跡地は、駅南側にある札幌市立西小学校の東隣にある、相対式ホーム2面2線を持つ、京城駅、定年駅管理の業務委託駅、緑の窓口、自動券売機、自動改札機設置、 五線橋式の自由通路が目立つが、これは札幌市が維持管理する施設のため、JR 北海道としての駅舎の規模は小さい。札幌の都市交通データによると、2019年度の1日平均乗車人員は4526人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。工業地帯の中にあり、 周辺には工場が林立しているが、2000年代後半以降は、大型商業施設、イオンモール、札幌ハッサムの開業や、大規模、マンション、パークスクエア、札幌ハッサムの完成など、駅周辺の姿は変化してきている。イオンモール、札幌ハッサム生活協同組合コープ、札幌本部かつては、南口駅前広場や、駅北口に面して、 バス停が設置されていた時期があったが、いずれも路線廃止や経路変更により廃止され、2021年4月1日時点では、駅からやや離れた道路上の停留所を通る路線のみとなっている。近隣にあるバス停留所は以下の2カ所。路線詳細は事業者、営業初期事参照。ありがとうございます。